ホールとつながった時何が起きたのか話して。説明しがたいものを見た。見るべきではないものを。死にかけている彼女の心の中に入った。記憶の中に、恐怖の中に怯えていた。何が起きているのか分かっていなかった。シンガポールでブラックプロジェクトの被験体を見た。彼らの内側にある何かが苦痛の叫びを上げていた。それが惨事を招き、多くの命が失われた。落ち着いて、息をして。何年も隠されていたが、ペイラーのチームが目覚めさせた。それはあいつらの中に入り、どこかへ連れて行く気だ。しっかりしろ。ペイラーはどこへ向かってる？まだいてつく森を探してる。NRC はすでにアクイファーに向かった。上層のプラットフォームに簡易な防空網を築いている。了解カリル、こちらも向かっている。優先事項は NRC 防空システムの排除だ。テイラーはどうする？そう欲張るな、ヘンドリックス。一つずつ片付けよう。複数の未確認機、編隊を解除して迎撃しろ。ヘンドリックス、プラットフォームに向かえ。片付いたら合流する。了解した、急げよ。テイラーとマレッティをまた逃がしまう。遅くした。危なかった、対空砲に注意しろ。発射！ロックオンしろ、すごい軌道だ。右に旋回する、後ろに突かれた。向こうは速い、ミサイルでロックしろ。捉えた、あいつはもう飛べない。
ここからは私が引き受ける。援護しろ。敵複数。次だ。
NRC の無線によればターゲットは仮想界だ。敵は脱出させようとしている。まだ先回りできる。行くぞ。テイラーとマレッティが最後にいた場所の座標を送る。グッドラック。ここを泳ぐのか。私の声だけに耳を傾けろ。思い描け、凍てつく森を。システムが停止したぞ。システムをチェックした。ヘンドリックスと同じ症状だ。おそらくテイラーたちとも。どんな症状だ。ブラックプロジェクトを管理している AI、 それが人に感染した。 DNI が入り口、被験体の中で生まれ、今やあなたたちの中を徐々に乗っ取っていき、正気を失わせていく。徐々に。数時間か数日か。これは拡散システムのような、いわゆる集合意識。感染者を介して増殖していく。蝕みながら。聞いてくれ、そいつが何をしようと、何を望もうと、俺は俺だ。奴を探す。奴の頭を撃ち抜くのが唯一の手段だと言うなら、俺はやる。彼一人じゃない。時が来たらどうすべきか分かってる。もっといい方法が。軍を離れればいい。 CIA からも。どこかに必ず安全な場所がある。だから話を聞いて、私の話を。通信を妨害されている。何かがそちらに向かってるぞ。何か妙だな。ああ、同感だ。気を抜くな。こっちだ。準備しろ。続け。ケイン、聞こえるか。複数の敵がそちらに向かってる。そこを離れろ。テイラーとマレッティだ。来るのを知られていた。ケイン、急げ。奴らに囲まれるぞ。聞いてるのか。待っときた。奴らが湧いてくる。 NRC の攻撃に陰りが見えない。こちらは攻め手を欠いている。プラットフォーム制圧には航空支援が足りない。それでどうする気だ。どうやってテイラーを見つける。制御室を抑えれば監視映像にアクセスできるようになる。ケインが映像を中継できる。やれ。こっちも可能な限り支援する。新たな NRC の航空機が接近。
奴らをプラットフォームに近づけるな。了解、任せてくれ。見えた、複数の敵機が接近、迎撃に向かう。了解、こちらも視認した。交戦する。ターゲットロック。まずい、上昇しておくれ。敵を近づけるな。下からの対空砲火に注意しろ。レーダーがさらに敵機を捕捉。近くで攻め込まれてる。テイラーとマレッティに逃げられるぞ。逃がしはしない。地上軍の支援に集中する。ハリル、こっちも援護する。部隊を前進させろ。圧倒されている。機能していた頃は水を狙う賊どもに標的にされていた。侵入された場合、セキュリティプロトコルによって重要エリアは隔離されるはずだ。ロックダウンしろ、カリル。今すぐロックダウンするんだ。まだマレッティがいる。まだ終わっていない。ヘイ、奴の位置に向かう最善のルートは。ルートね。セキュリティプロトコルのおかげで奴との間を強化ドアに遮られている。何か提案は。マレッティはまだハンガーにいる。カリルの兵士がすでに向かった。了解した、すぐに合流する。
さんこっちだ。さあ走れ。もっと急げ。ヤツを逃がしてたまるか。どうしたってんだ。お前おかしいぞヘンドリックス。ディアスに干渉してからずっとお前の中に何かがいる。テイラーの中にいるのと同じものが。任務やテイラーへの目的を見失ってる。なんだと。テイラーは CIA とウィンズローアコードの腐り切った陰謀を暴き出したからターゲットにされたんだ。違う、ケインが俺たちを診断してただろ。ケインか。最初からずっとケインが裏で糸を引いていた。あの女も腐れ CIA だ。いい加減にしろヘンドリックス。なんだと。俺を信じないのか。あの浜に丸め込まれやがって。どっかの田舎にしけた家でも買って家族ごっこでもすんのか。あいつを信用するなと言ったはずだ。自分を見失いやがって。見失ってるのは俺じゃない。腐ってんのはてめえの頭だろうが。世界は真実を知ってる。お前は裏切り者だ。お前の真実が殺した人々は数え切れない。俺たちは正しいことをした。お前はどうなんだ。殺したな。
まるで獣のように。人殺しはな、もう何年もやってきた。だがこれは違うぞ。マレッティは仲間だった。オールもディアスも。次はテイラーを殺せば掃除は完了か。お前がそれほど CIA の秘密を守る手助けがしたいなら、俺はこの手でケインの頭を吹き飛ばすべきだろうな。話を聞くんだ。エジプト軍の演奏にお前が放り込まれていない理由は、誰一人俺たちを助けに来てないからだ。俺が頼れるのはお前だけだ。それに戦友だろ。二度も言わせるなよ。行くぞ、ヘンドリックス。ここが崩れ落ちる前に上に戻るぞ。そこから脱出しろ。分かってる、今向かってる。ハンガーはこっちだ。